子供たちにこれ以上の被害を与えたくない。今福島の子供たちはどういう思いでいますか。そして子供を抱えている福島のお母さんたちはどんな思いでいますか。これから将来どういうふうになるのかわからない。それから何を食べさせていいかわからない。仕事はどうなるか、住むところがどうなるか、ほとんど未解決の問題を抱えていながら、安倍内閣はこれからやるって言ってる。エネルギー政策でようやく2030年にはやめるってことを決意したのをすぐひっくり返した。この傲慢さ、この人でなし、全く何も感じてないからは何を言っても聞かない。ただ利益にしか考えない。このような政府はもう絶対いらない。真っ暗ごめんです。テレビも新聞も雑誌も本当のことを教えてくれないんだから、本当のことを知るためにはやっぱり静かに努力していかないといけない。自分が見たこと、自分が聞いたこと、それで意見を作ろうと思っています。私はあくまでも脱原発です。地球上から原発が全てなくなってほしいと思っています。再稼働反対、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 原発ゼロ。福島の事故を見て、いまだに15万人近い人たちが避難生活を強いられている。そうであるならば、原発はゼロベースにすること、これこそがですね、日本の原点でベースじゃないでしょうか。安倍首相は、この国会が終わってから嵐が過ぎ去ったと言ったそうです。それだけこの国民の声が怖い、怖がっているのは政府与党の方なんじゃないでしょうか。再稼働反対、原発ゼロを撤回するな、原発ゼロを撤回するな。出まして、これ大変なことですよ。再稼働もするし原発も推進する、どうしてなんだこの狂ってる日本は。そのためにもう何しろ1月6日の、国民の意見、パブリックコメントをみんなに書いてもらって、昨年9万件をもう10万以上、まあ10万以上をみんなの声を集めようと、そのためにチラシを配りに来ました。まあ本当に、年取ったというかね、おばちゃん党みたいなおばちゃんたちがね、一般の人たちが立ち上がる嵐を呼び起こす、今準備をしてます。はい、若者と一緒になってやっていきます。福島県の郡山から参りました。で、今の福島県の状況を知っていたら、知っていただけたら、絶対再稼働なんていうことが言えるはずがないんですね。もうあっという間の1年でね、当たり前っていう、本当に普通の暮らし、放射能のない
地域での普通の暮らしがどんなに幸せなことか、そこに住んでることで何で子供を産むこと、子供を育てること、うちのお嫁さんは来年赤ちゃんが生まれますけどね、あのそのこと自体が苦しみ の、 あの自分が責められているようでね、あのそういうこう元になってしまう苦しみのね、そんな生活ありえます？家族を育あの家庭を持ってね、あの子供を育て、そういうことが人としての当たり前の生活が福島にいたら普通ではないんですよ。福島にいたらそれはね、あのなんか本当に恐ろしいことと隣り合わせにの選択なんです。そのまた来年も同じことが繰り返されます。再来年もです。私たちにとってはもう毎年毎年が多分そういうね年になると思うんだけど、でも再稼働させない、そういう動きは私たちにとっては大きなあの希望なんでね、日本をやっぱりそういう国にしましょうっていう、だからぜひみんなと一緒にあの頑張っていきたいなと思って、来年も頑張ります。はい、皆さんよろしくお願いします。